竹井さんは道路でダッシュなどしていますが、アスファルトの硬い地面で膝とか腰とか怪我しないのですか？自分は腰痛持ちなのでクッション性に優れた靴でランニングをしています。土で走った方がいいと思っているので、毎日夜の野球場をぐるぐる走っています。アスファルトでも土でもあまり違いはないですか？アスファルトの方が怪我しにくいでしょうね。かかとのあるクッション性のある靴で夜の柔らかい野球場を走ると、まあ多分、怪我しやすいんじゃないかなと思います。ゆっくり走ってるうちはいいと思いますよ。ジョギングとか自由にやればいいと思いますけど、スプリントとか俺みたいにするんだったら、あの地面が硬ければ硬いほど、まあ言ったら自分の出力に対するリアクションがダイレクトなんで、あのズレが起きないんですよ。でも、地面に着いた時に、自分から力入れて月に行くことは僕らしないんで、あの地面を迎えるように待ってて、地面が来たらビクンって、あの身長反射っていう反応を使ってグンってこう加速のあの動作が始まるんですけど、その時にバンってついたのに、例えば地面が土でズルって滑るとか、蹴ろうと思ったらグリップが甘くてズルって滑るとか、例えば柔らかくてドンってついたのにまだ下があったとか、柔らかくてふわってなったとかすると、パワーポジションから外れるんで、外れたとこで、外れてるのに足をグッて押したりすると腰が反ったりして、あの体が起きちゃって、腰の腰椎がこう後ろに反ってこういう状態になって地面からの反発をもらうんで、すると椎間板が潰れたりとかすることが多いから、柔らかいところとか下り坂を走るときってのはそういうズレが起きやすいので気をつけた方がいいですね。だからなるべく硬いところで筋力が弱いうちはゆっくりなスピードで走ることで、本当にあの体重を支えて反発させることが楽な筋力がついてきたときに、しっかりスピードをちょっとずつ上げていくっていうことを気をつけとけば、あの地面は硬ければ硬いほど怪我はしにくくなると思うので、はい、まあ、正しい走行フォームで走っていればの話ですよ。はい、ランニングの仕方がすごく下手とか力を入れる向きが間違ってると、まあ、どのサーフェス走っても怪我する可能性はあるので、まあ、いろんなことを気をつけてください。まあ、僕はあんまり体重を筋肉でグッて、筋肉の力で押し込むタイプじゃなくて、パンと反射を使ってそこから体重を軽くするために体を動かして負担を少なくする走り方だから、地面は硬ければ硬いほど反発をもらいやすくて、そこからのリカバーっていうか体重の跳ね返りを楽にもらうことができるので、はい、走りやすいってことなんですね。だからちょっとこれ技術的に高い技術が必要なんで、皆さんには当てはまらないこともあると思います。